中金系電車に格下げされた。1963年の京都線河原町延伸に伴うダイヤ改正により、京都線の特急列車は15分間隔となった。編成は4両、または5両編成となり、2、扉クロスシート車の710系や1300系に、加えて、当時増備中のロングシート車2300系も投入されたが、 比較的乗車時間が長く、行楽利用を中心としたリピーターの多い、京阪間では、3、扉ロングシート車の1300系1307、編成や2300系による特急は不評であり、市場河原町への乗り入れと、特急大増発により、利用は大きく伸びたものの想定には届いていなかった。京阪電気鉄道は、1963年に、 大阪のオフィス街で、大阪市営地下鉄御堂筋線と接続する、淀屋橋までの延長を機に、に、扉クロスシートの特急車1900系を導入し、その飛躍的な利便性、快適性向上により、京阪間直通需要を拡大させていた。また、阪急の河原町駅と京阪の市場駅は、市場大橋を渡って、すぐの距離となり、片道阪急。 片道警犯利用による警犯間移動が急増していた。国鉄の警阪新快速は1950年10月から1956年11月までにかけて8 0系が投入されて、以来8 0系が運用されていたが、1963年になれば乗降時間の短縮化が課題となり、山陽本線、岩国下関関電化に伴う8 0系の 広島運転所への転出で車両が不足することから、1964年8月を、メドに1 1 3系を投入することが発表された。このような状況を踏まえて、車両面でのサービス改善の要請が強くなった。阪急では、特急用車両の製造が急浮上した。特急用車両は5両編成6本の30両が必要となったが、 千里山千円長用車両の予算の先行支分を含めて転用した。2 3 0 0系をベースに見扉、転換クロスシートとした特急車として、1964年7月に2 8 0 0系が登場した。1973年までに56両が、何和後期及び社名変更後のアルナ後期で製造された。 半球標準車体寸法を採用する2 3 0 0系と共通の19メートル級全金属製車体である。2、扉セミクロスシートで、扉間に転換クロスシートを配置し、両端の固定座席の背面に収納式の補助席を設け、換算時の座席数を増やした。側窓は2枚一組の村地窓を採用、客用扉は、 ラッシュ時を考慮して 2300K と同じ 1300mm 幅の量回避が採用された。貫通路は風の吹き抜け防止のため引き戸付きの強幅貫通路となった。当初は両開きに扉はコンセプトに矛盾があるとして批判が集中したが、ラッシュ時にその有効性を発揮しており、後に他社でも同様の車両が見られるようになった。 側面の車盤と車掌は従来車よりも低い位置にあるが、これは窓が大きいことから強度確保のため横方向に補強材を入れており、その位置を避けたためである。2800K の後継となる 6300K では扉を車端に寄せて運転台直後以外の前座席をクロスシートとした。六千三百 k の後継である九千三百 k では、 特急の途中停車駅の増加への対応から3、扉セミクロスシートとなっており、特急車3世代それぞれが置かれた輸送状況の相違を物語っている。電装品とブレーキは2300系と共通であり、2300系との並結運用の実績もある。制御機は、電動化無軸制御機による抵抗制御と、トランジスタによる分巻き械自制御の組み合わせである。 分け巻き会時の制御は、ゲルマニウムトランジスタを用いた増幅機によって、サーボモーターで、円筒状に配された227段の境、自転工機を超多段制御する方式で、低速度運転の指令速度は50、65、80、90、100、時速 105km で 2300K と同様である。百六十九年春高の百四十七では、 境地直波制御の装置が使用された。主電動機は、定格出力 150kW の、副管保証巻線付き直流電動機を4台、永久直列接続で使用、駆動方式は、中空軸平行カルダンである。台車は、同時期心臓の2300系と、同様、住友金属工業製の民電ドイツ、式金属バネ台車を標準とし、電動車は、 住友金属 FS-345 を制御、付随車は住友金属 FS-45 をそれぞれ装着した。2804.2854他車両番号の下一桁が4の編成では、汽車製造製シンドラー式空気バネ台車を採用した。この台車は使用に終わり、後年増結された2844.2894。 は f s 3 4 5 4 5となっている。ブレーキは 2300K と同様、改正ブレーキ併用電磁直通ブレーキの HSC-R である。また 2850K、2880K ともに D3 ニャー型コンプレッサーが搭載されているが、8連化と同時に申請、組み込まれた 2880K90 番台車には、 新たに標準化されていた大容量の HB2000 系コンプレッサーが搭載され、これによって組み込み先の2850系50番台車のコンプレッサーが撤去されている。パンタグラフは利線による改正制度の執行を避けるため、電動車各社に東洋電気製造 BT-42L を2機ずつ搭載する。M 社のパンタグラフは 2300K と同様に、パンタグラフの近接を避けるため、隣の TC 車に搭載しており、この TC 車は2860型として区別されていた。その後、MC 車のパンタグラフ2機でも M 車へ、給電可能なことが確認されたため、1966年の6両、編成家事に、 DC 社のパンタグラフは撤去され、最終増備編成の2867は、パンタグラフ未搭載で竣工している。本系列は、基本となった2 3 0 0系と同様に、以下の4形式で構成される。形式番号は、心臓計画が進む、新法線の本格的な小圧速応車で形式を2500.2600とすることを考慮し、 神戸線の2500に300を加えた2 8 0 0系で先行した。その後、小圧速応車は、製造量数が、相当数増加する見通しから2500.2600番台は、採用されず、3 0 0 0系、3 1 0 0系となっている。編成は、MCTC の2両編成を最小単位としたが、当初 MCTC の2両編成と、 MCMTC の3両編成を組み合わせた5両編成で登場し、乗客の増加に合わせて3両編成用 T 車2両編成用 M 車 T 車と徐々に1両ずつ増結し、1973年に全7編成が4両編成プラス4両編成による8両編成となっている。そのため、実際には、 MCTC MCTC の4両編成以上で運用され、1971年から開始された、工術の冷房改造までは、事故、検査等のやむを得ない場合に、2800型と2850型に挟まれた2.34両編成単位で、システムが同一の2300系編成と差し替えて、同型との根結にて、 営業運転が実施されるケースが存在した。5両編成時代には、梅田方に2両編成が来るように連結されており、2800系霊板台車が先頭に立っていたが、1966年の6両編成化に、再始、梅田駅の構造の影響で、編成全部に乗客が集中する傾向があったことから、 少しでも、収容能力の向上を図るために編成を組み替えて、梅田から MCTC、MCTM、TC を、M、MCTM、TC、MCTC とする、作業が実施された。この結果2800系2810番台車が、梅田方の先頭に立つようになり、トップナンバーである2801が先頭に立つことは、以後なくなった。なお、 この編成組み会に伴う増結順序の関係で、運転台付き車両と中間車の番号は4両単位で、一致しておらず、例えば8両編成時代の第4編成の場合、梅田方から2814288428342864、プラス2804289428442854となっていた。編成各形式の括弧内は、 車両の番台を示す。また、2811回などの F は、フォーメーションの略記号で、編成を示す。つまり、この場合は、2811を先頭とする編成を意味する。当初は2両プラス3両の5両編成で登場した。2両編成の0番台が、大阪より、3両編成の10番台が、京都よりに連結された。 1966年には6両編成化のための増結車が製造され、2810番台の編成に組み込まれた。この段階で4両編成となった2810番台編成が大阪寄りに来る要連結順序が変更された。1968年からは2800番台編成用の2830型が製造され7両編成となった。 形式番号より若い2820番台とする意見もあったが、最終的には30番台以降の2840番台となった。1971年より付随者の最終増備が行われ、8両編成となった。全社とも冷房車である。1970年に製造された試作冷房車5 2 0 0系での成果をもとに、 量産冷房車の心臓と在来車の冷房改造を行うこととなった。2800K は特急専用車として最優先で冷房化改造が実施され、1971年と1972年の短期間で終了した。冷房装置は 5200K と同じ冷凍能力8 0 0 0カロリー h の東芝プー -2202A を4基搭載し、 ダクトで冷風をを送る集約分散方式を採用した冷風の吹き出し口は、最初の冷房化改造車のため試作要素が強く、三面構造の風道となっており、以降の冷房改造車がすべて心臓車両と同様の平ら天井となったのとは異なっている。パンタグラフ2気搭載の MC 社では、搭載スペースの不足から3気搭載となった。 冷房能力の不足は、クロスシート車の混雑の限界に収まると見込んだが、1万1を考慮して、M 車2830型に、パンタグラフ1機を移設して、母船で結ぶことが可能なよう準備され、2830、K の冷房搭載位置は、京都型に偏っていた。結果的に冷房能力の不足が、問題になることはなかった。 2800K の7編成に対し京都線特急の設定数は7運用と余裕がなく、検査時にはロングシート車によるダイソーが行われていた。特急車の装備の検討の結果、登場から10年を経過した 2800K の装備ではなく新形式の導入となり、1975年に 6300K 第1編成を申請投入。 その後特急車の6300系への置き換えと2800系の一般車格下げが決定した。1976年より第6編成を筆頭に格下げ3扉ロングシート車化が始まり、1979年の第4編成の工事完了をもってすべて3扉化された。先行して三扉化された近畿日本鉄道6431系の 調査を行うなど様々な検討の末、中央にあたる村地窓一組を扉の開口部に当て、隣接する左右の窓各一枚を戸袋窓とした。この戸袋窓には、鎧戸が取り付けられないため、青みを帯びた熱線吸収ガラスが使用された。MC 社の冷房装置は、1500キロカロリー H3 に強化されている。ただし、 屋根スペースの問題で3台の冷房装置のうち両側の2台は外装カバーの寸法がやや小さくなっている。なおこの時パンタグラフ下に残っていた比例防止のモニター屋根が撤去されている。また同時に先頭に立っている車両の標識板掛けが新方線同様のものに取り替えられた。1982年より 優等列車運用の減少で必要のなくなった低速運転機能が廃止された。特急車時代の2800系特急京都線の看板車両として特急や急行を中心とした運用に充当された。当初は6編成分が製造されたが、1966年に追加で1編成が製造された。2800系の評判は良く、 当初5両編成であった京都線特急は8両編成にまで増結された。鉄道ファンの間では特急の標識版を左右に掲げた2枚看板も好評であった。1971年11月28日、梅田駅の京都線ホーム移設完成に合わせて京都線特急は再びスピードアップを行い、梅田河原町間38分運転となった。 1972年10月には8両編成運転を開始。1972年8月には全車が冷房車となり、1973年3月には全編成が8両編成となった。最盛期には1日 900km を超える運用も存在した。1971年に K 班が冷房。 カラーテレビ付きの3 0 0 0系を導入し支柱、以降15分ヘッド化、国鉄も1972年より、急行列車用の1 5 3系を新快速に、転用、日中15分間隔のパターンダイヤと、軽半間最速の29分運転を実現した、こともあり、鉄道による軽半間移動需要はさらに拡大し、1975年から1978年に、 かけての 6300K の増備に伴い、2800K は3、扉ロングシート化されて、急行、各駅停車用に格下げされた。2、扉クロスシート車としての 2800K の運用は、1978年9月25日が、最後となった。2800K の京都戦特急車としての運用は、長いものでも15年、短いものだと5年に満たない。 短期間で終了することとなった。嵐山線4両編成運用時代の2815回特急、運用からの撤退後も8両編成で急行を中心に運用された。特急のダイソーに入ることもあり、その際は空気バネ台車の2814回が優先して充当されている。 2817回は1981年に6両編成となり、普通を中心に使用されたが、翌1982年に8両編成に復帰している。1982年からの7 3 0 0系の増備により、2 8 0 0系は急行運用からも外れ、2 8 8 0系2 8 8 0番台車を抜いて7両編成化された。 1985年の2816回を最後に8両編成での運用は消滅し、その後は京都本線の普通、準急、梅田北千里間の普通が中心となった。脱車された2880型は2両が2 3 0 0系の7両編成化に、5両が神戸線5000 5 0 0系、5 2 0 0系の増結に転用されている。 2300系への組み込み車には、客用ドアの張り出しステップを取り付ける改造も実施され、最大幅が 2808mm に拡大した。5000系、5200系への組み込み車は、搭載されていた、コンプレッサー、バッテリー等及び雨メ状の高圧母線が撤去され、さらに2両単位で5200系編成に組み込まれた車両については、 一方の車両に組み込み先の編成と同一の60、クバの CLG326M 型 MG が新たに設置された。その後、5 0 0 0系に編入されていた2880型は、5 0 0 0系表示幕化改造の際に5 2 0 0系、2 0 0 0系2 0 7 1型との交換が実施された。また唯一の空気バネ台車装備の2814回より、 脱車された2884は、同じく空気バネ台車装備の2 3 0 0系2 3 1 1回編成に組み込まれたが、後に同編成の台車振り替えに際して、コイルバネ台車の FS45 に換装された。1991年5月に2815回、1992年6月に2811回が、 いずれも MCTC、MCTC の4両編成で、嵐山線運用となり、2 3 0 0系の2303回2309回が、本線へ一時転出した。この2 8 0 0系も1995年8月16日に、定期運用を終了、残存に編成を併結した8両編成でさよなら、運転が実施された。さよなら運転は、 複数回行われており、8月の運転では、阪神、淡路大震災復旧後の神戸本線へ乗り入れ、10月15日22日には、京都本線、梅田桂尾に往復し、最後となった10月29日の運転では、宝塚本線、今津線に入線し、これをもって2 8 0 0系は編成としての営業運転を終了した。2 8 0 0系は、 特急車として、軽阪間を走行し続けたため走行機ロが格段に多く、制御装置の老朽化、冷房化改造の試作要素が強いことなど保守上の不利点が多いことから、早期の淘汰対象となった。制御機の更新も見送られ、冷房化の関係で、冷房装置駆同様電動発電機を通常のものとは独立した形で搭載していたことも、 廃車が早まる要因となった。1988年6月、2817回の7連と、神戸線に転属していた2883が廃車となり、2000系以降の半球の新系列高性能車で、初の廃車となった。2817回には1973年製造の最終造備車2897が含まれており、 同社の製造から廃車までの期間は最短の15年9ヶ月であった。その後も8 3 0 0系に代替される形で廃車が進み、1989年に2816回、1993年に2814回と順次淘汰が進められ、1995年には2813回、 そして2812回の廃車で7両編成グループの、トータが完了し、嵐山専用の2811回2815回の4両、編成2本も同年中に廃車となり、編成としての本系列は消滅となった。また、神戸線に転用され5000系などに編入された2880、型も、8000系の申請開始で余剰となった2000系の、 t 社に順次置き換えられ、淘汰されていった。なお、1995年の阪神、淡路大震災で被災した3109の、大体として3022が3072回から、離脱した際、廃車待ち状態にあった2842が3022の補充用として起用され、主電動機や、電動発電機を3000形容のものに、 交換の上で3072階に M 車として組み込まれ、今津線で短期間運用されていた。二代目3022の竣工に伴い、2842は同年11月に廃車となっている。本系列の廃車に際しては、程度の良い中古車を探していた富山地方鉄道から、車体の譲渡が打診されていたが、これは同社が計画していたに。 扉クロスシート車への復元に必要な転換クロスシートの調達がネックとなった。ちょうど同時期に廃車が始まった京阪3000系の座席を流用するという案も出されたが、それならば現役の2扉クロスシート車であるそちらの方が改造に要する手間が少なく低コストで済み、またその状態も良好であったことから同系列が譲渡されることとなり、 本系列の譲渡は実現にしなかった。1995年以降も5 2 0 0五5 2 0 3回に中間車2両と系2 3 0 0二2 3 0 5回に中間車3両の計5両が残存し2831.2841は制御機を撤去の上 M 車となった。前車は8 0 4 0系の増備により 1997年3月27日付で、廃車、後者は2001年3月24日の、京都仙台屋改正を前に運用を降り立つ、同年5月25日付で廃車となり、2 8 0 0系は全廃となった。2 8 8 0系福知山市雲、原の国道176号沿いに置かれた2861-2861。28 が民間に売り出され、京都府福知山市雲も、原の国道176号沿いに置かれ、飲食店として使われた後、民家とされた。また、2802から2862の2両のみ、2862の全面を6300系風の塗装に塗られた状態で、小弱車庫内に、しばらく残存していた。2801は、 前頭部から3分の1ほどを残したカットボディとして、平井車庫に保管されているが、一般向けの公開はされていない。ありがとうございます。